えー、社会の不平等さに関心があったのですがひろゆきさんの YouTube を見てて考えが変わってきました魚の釣り方を教えても DNA の問題で釣り方を覚えられない人もいるという世界で正義や平等って何なななのでしょうかいいんじゃないちょっと前にあの Twitter で「無能な人は生活保護取った方がいいです」っての書いたんですよね。世の中に無能ななな人はいいいみたいな ことを書く人っってていいうののが、まあ、一定数いるるは知ってるんですすけど現れててあやっっぱりなと思ったんでででよね適適材適所で能力が発揮できるはずだからその人はその場所が良くなかっただけでいつか必ずいい場所が見つかるみたいなことを言う人いるんですよ。じゃああの世の中にいる失業者の人にそういう場所を見つけてあげてもらっていいですかって思うんですけどそういう人って何にもしないんですよ。で残念ながら無能でいてもしょうがない人っていうのは一定の割合で発生するんですよ。 本人がやりたいことと需要が違うことも当然あるんですよね死んだ魚の目をしてるせっかくなりのデブノスさんがジャニーズ事務所でそのアイドルとして活躍したいって言っても不可能なんですよサッカー選手としてプロになって暮らしたいっていう人も多分あのサッカー少年10万人のうちの1000人くらいを持ってると思うんですけど1000人ぐらいの中で本当にプロになれるのでもやっぱり一握りじゃないですか 野球選手とかもそうで自分がやりたいと思ってもできないよねっていうのは至極当然で何のの能力もなななくてて働けいいい人っていうのはいるんんですよなんかきれい事を言う人たちって社会の何を見てるんだろうっていう気がするんですよね。 努力すれば何でも叶うんだみたいな人に。じゃあ今すぐあのメジャーリーグに行ってホームラン王になってくださいって言うとなってくれないんですよ。だって、努力で叶うんだったら、今すぐホームランをなれるはずじゃないですか。でも結局できないですよね。嘘つきであるというのを自称してるようにしか見えないんですけど。でもなんかそのきれいごとったと嘘をついていても、なぜかそれを嘘つきってみんな言わないですよね。 努力をすれば夢が必ず叶うっていうのはきれい事としていいかもしれないんですけど無駄な時間と人生を費やして結果として何も手元に残らなかった年を取った人っていうのが生まれちゃう可能性があるのであんまりそのきれい事だとしてもそれがいいことだと僕は思わないんですけどね。